才川先生、うん、問題解けちゃいました。事件のことをいろいろ調べたんです。僕に事件を解決する責任はない。極地検の神隠し。事件が起こったのは実験の最中だったんです。不必要な密室なんだよ。この事件のことになるとそんなに避けようとするんですか。純粋に学問を追求する研究所に狂気が潜んでいた。先生助けて。全てが F になる。